はい、どうも、スバルです。では、続きから始めていきます。前回、ここからセーブして、で、ここで終わって、で、またここから始めたいと思います。では、行きます。なんかボスっぽいな。長い。よいしょ、よいしょ。あ、うわ、キーブレードがいっぱい。うわ、すげえ。なんかゼアノートと戦う気がするな。すごいキーブレードの数ですね。あ、アクア。マスターが撃たれたそうよ。ああ、知っている。俺がゼアノートに手を貸してしまったんだ。マスターがベンを消そうとした、うん、だから俺はベンを守るために戦った。しかし、それは全てゼアノートの策略だったんだ。俺の中の闇を目覚めさせるために。俺を心配し、お前に追わせたマスターは、やはり間違っていなかった。うん。この後始末は、自分でつける。憎しみや怒りは闇を生む。あなたが闇に落ちて戦うようなことになれば、それはまたゼアノートの策略のうち。それではマスターの思いに応えられないわ、テラ。うん、そうですね。お、やっと3人。ゼアノートは俺とバニタスを戦ってですね。キーブレードを生み出そうとした。マスターはキーブレードは存在してはならぬものと言って俺を消そうとしたんだ。キーブレード、キーブレードが何なのかはわからない。でも俺の心が怖がってる、キーブレードが生まれることを。え、X ブレードをキーブレードって言うんですか？俺たちがベンの心を怖がらせたりしない。俺、バニタスと戦うことになるかもしれない。もしそうなってしまったら。だから俺たちはつながりの絆で結ばれた友だ。俺がそんなことはさせない。友達だから頼みたいんだ。俺を消してくれ。え？わあ、いや、来よったよ。来ましたよ。かつては主人の心と一つにあって力を宿していた鍵の残骸をこの地で繰り広げられた光と闇のキーブレードの戦い、キーブレード戦争の後だ。ああ、そうなんや。多くのキーブレード使いがこの地で消えた。ただ一つの鍵を求めて、今こそ私は手に入れる。
キーブレード。え？戦うのか。おお、強っ。強いね。力の差がだいぶ違うんですけどね。ハートや、ハートですやん。あれ、今なんかミッキーの足が見えたけど。闇の壁を越えて私のもとへ待ちわびたぞ、テラ。俺には友がいる。答えろ、ゼアノート。あいつの心に何をした？心の闇を抜き出してやっただけだ。だがベントゥスの心は耐えられなかったようだがな。ゼアノート、これやっぱりね、二人かよ。いや、いける、頑張れる。よし、まずはよし、待て、いけ、さっきの池はどこ行った？よいしょ、よし。ヴェントゥスの全てを奪い、アクアを消せ。お前はベントゥスもアクアも救えん。己の無力に怒るがいい。怒りを力とするのだ。許さんぞ、ゼアノート。我が死、いや我が父エラクセだけでなく、あの二人まで。
そうだ、いいぞ、もっとだ。怒りで心を闇に染め上げろ。いやー、ゼアノートを倒せ。闇のスーパーサイジになったんかな。受けてみろ。うわ、うわ、回復。バリバリや。来た。いけ。これでも食らえ。よっしゃー、いけたー。倒せたー。待っていた。よーし、いけました、いけました。次は我々の番だ、ペラ。何？この時を待っていた。老いて脆弱な器を捨て、若く強い器を手に入れようとな。これで見届けられる。キーブレード戦争の先に待つもの。キーブレード戦争はこのために戦ってたんですよね。我が器となるのだ。ああ、なるほど、こいつは光なんだけど、光とこのテラを闇を使ってってことなのかな。うわ、心は闇に帰った。世界は闇に始まり闇に終わる。心も同じだ。声も変わってるぜ。心に芽生えた小さな闇がやがて心のすべてを飲み込む。それが心のあるべき姿。あらゆる心は闇に帰るべきなのだよ。うわぁ、思念となってなお逆らい、とどまろうというのか。うわ、これが最後かな。
よし、2回目です。さあ頑張りますよ。かなり手こずりましたからね、ここ。よいしょ。よし、これね。そっか、分かったぞ。出すぎ出すぎ。よし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 。はい。キャルキャルキャル。今ここチャンス、ここここ違う。これこれこれ、テラの体を乗っ取った。じゃあじゃあじゃあ、もう。よし、チャンス。チャンス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 。よし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 、チャンス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 、けけ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 。よし。よし。
よし。おっしゃ、オッケー、倒した。あ、手こずった。よっしゃ、よし、倒しました。もうないでしょう、次来たらほんま泣きますよ。え、なんか音楽が、怖いですけど、あれは月なんでしょうかね、月みたいな感じのやつかな。アクア、ベン、俺がいつの日か必ず。終わりました。終わった。いやー、終わりましたね。いやー、長かった。いやー、でもキングダムハーツは本当面白かったですね。これも前作のやつとかもあるんですけど、まあ PS2 がないんですってできないんですけど、でもこれは、前作もやってみたいですね。これ多分前作をやるとまたなおさらストーリーが分かるような気がしますよね。やっぱりこれもアクアとベントゥスの方もやってようやく流れが分かるっていう感じでしょうかね。まあでも長い間見ていただいて本当ありがとうございます。一応ね、テラ編を進めていってですね、やってきましたけども、またぜひね、私のやつプレイ、実況プレイですかね、それを見ていただいて面白いなと思った方はぜひね、買っていただいてプレイしていただいてもいいかもしれないですけどね。まあ、次の次回作が確か 3DS でしたかね。そっちの方もなんか、ね、面白そうですけどね。やっぱりこれディズニーのキャラクターとかが出てくるので、白雪姫とかシンデレラとかはディズニーのキャラ、あれ物語ではなくて昔のおとぎ話のあれをしてるんでしょうかね。一応なんかディズニーを知らない人でもやっぱりこうちょっとした物語も入ってるので、ディズニーのことも分かるように
になりますね。はい、実際私も分かるようになりましたし、いやでもやっぱりこれは人気がありあるソフトだなとつくづく実感しましたね。まあ一番最初のナンバー1から始めていって、あ、終わりですか。いやー長かったな。まあちょっとナンバー1から始めてですね、あのキャプチャーソフトをいろいろ設定しながらやってたんで、まあちょっと最初ね音とか画面がちょっと変わってたと思うんですけど、一応皆さんに見やすいようにと思いながらちょっとずつこう設定を変えていってたんですけども、はい、なるほど。プレイ時間19時間、まあこれはあの宝箱とかね、あのコマンドをこうとあの作りながらこう時間潰し当てただけなんで、実際物語プレイしてる時間はねそんなさほどなんですけど、はい、まあ一応テラ編は終わりということで、はい、ちょっとね長時間になっちゃいましたけど、まあ、ぜひともあのキングダムハーツのバースバイスリープを遊ばれてはどうでしょうか。はい、では今日はここで、スバルの、実況動画、キングダムハーツ、バースバイスリープの方を終わりたいと思います。では次回作の方をまた見てくださいね。ではお疲れ様でした。ではね、さようなら、バイバーイ。A ボタン開かない。はい、そこにはいるな。ちょっと待て、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 そこに入るな。おおえ、こ、何もないよね。こっち、さっきのとこ。おーっと、ちょい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